あ、うま、アミゴ天才。そうそうそう、うん、で、ポンポンのセーブこれさ、動画上手い人の見てたからかな、なんか助けてよ、スイちゃん、スイちゃん助けて、ホチマチ、ホチマチ、こうやってさ、スイちゃん、ビジネスでしょ、やめなさいよ。あ、ビジネスって言ってけどね、本当は付き合ってんだよね。はぁ、あ、やばっ、お前それ、今日歯医者ラジコンがさ、ほら止まってる止まってる、ポポ内緒で、え、ま、これ別にね、やりながら喋るから、うん、ミコね、めちゃめちゃマルチマルチのタスクだからあれだけど、うん、マルチマルチのタスクなんだね、うん、本当はちょっとね、まあいい感じでね、うん、まあこれ内緒だよポポ、これ内緒だよポポ、内緒、内緒ね、わかった、できてんだよね、ミコメット実は、どういうすんだよどういう、ミコメット実はできてて、なんかガチなの隠してるからビジネスに匂わせてますけど、毎日寝落ち通話してるね毎日寝落ち通話してるね、あ、ちょっと恥ずかしい、なんかマスク壊れた、マスク、あ、ミコのマスク壊れた、ポポミコのことどんぐらい好き？まあ難しいな、世界で何番目に好き？小惑星探査機ハヤブサの次ぐらいかな。ハヤブサの順位がわかんねえんだけど、どういうことそれ？ハヤブサの次ぐらいには好きかな。でもね、アミコはポポのこと、世界で2番目に好きだね。2番目に、2番目で2番目。え、一番はやっぱりほちまち、あんまりほちまちが一番好きだもん。あ、ちょっと歓喜のドラミングしちゃったね。あ、歓喜のドラミングか今。もう何を言ってんのか分かんなかったけど、うん、大丈夫ドラミングしちゃったの。あ、何度でも言うかな、うにこが世界で一番好きなのほちまち、あ、スイちゃんだね。二人の時ってなんて呼んでんの？え、それは、それはね、名字なんかで言わないよ。なんか、ミコッチ、うん、スイッチとかかな。いや、スイスって呼んでる。うん、え、誰が欲しいの？え、人の恋愛を笑うのってどうだと思う？違う違う、なんかさ、ギャップでさ、可愛い、微笑ましいな、あの笑いが。ミコだってカッコつけるとき合うよ。え、じゃあ、うん、そういうときは、スイちゃんはどう呼んでるの？え、ミコーって言ってるね。ミコーって言って、いつも寝落ち通話で眠れないのスイちゃんの方だからね。え、これ、あんまり言うと、これ、怒られちゃうね。うん、先進めねえんだけど、これ。全然うまくラジコンの手が止まってるよ、このラジコン何してんの。もうどんどん先に行こうよ、スイセイミコって呼んでるわけだな。うん、本当に前だね。ではここからね、本当の、お、あれあれ、なんかマウス壊れてる、マウス壊れたか。